皆さんこんにちは、森山ジョージです。先日、WHO 世界保健機関が今のこの世界的なコロナウイルスの状況をパンデミックって言ったじゃないですか。まあ、こういうのも受けて皆さんは東京オリンピックって開催されると思いますか？で、私自身はもう東京オリンピックに残された選択肢っていうのは2つの選択肢しかないんじゃないかなっていうふうに思ってます。その2つの選択肢を、今から説明したいと思います。で、その2つの選択肢ですよね。それ1つ目っていうのが、まず無観客で開催する。まあ、これなんとなく皆さんも今日本のスポーツとかも無観客でやってたりするので、なんとなくイメージはつくと思うんですけども、それには大きな理由があって、前回の東京オリンピックって、いつ開催されたか分かりますかね、皆さん。でも、年ではなくて何月に開催されたかっていうと、これ実は10月の10日に前回の東京オリンピックが開催されたんですよ。で、日本は10月の10日って何の日か皆さんご存知ですか？これ体育の日なんですよ。で、前回開催されたのが10月10日だから、そこを体育の日としましょうって言って、日本では、なんか運動は秋にするといいっていうふうにされてたんですよね。なので、運動会であるとか、そういうのも秋が多かったんです。今まあね、異常気象とかあって、春に開催するっていう、学校も多いと思うんですけども、従来はまあ秋に開催するのがいいだろうと。運動は秋がいいだろうって言われて。でも実際今オリンピックって開催される期間って大体というかもうそうですね、7月か8月しかないんですよ。なんでこんなクソ暑い時期にこういう運動をやらなければいけないのかっていうのが大きな理由があって、これは放映権なんですよ。放映権ってめちゃくちゃ儲かるんですよ。で、IOC ってあるじゃないですか。インターナショナルオリンピックコミュニティ。この IOC が要はアメリカに放映権が高く売れるから7月と8月に開催するんですよ。で、アメリカってバスケットボールであるとか野球であるとかアメフトであるとかっていうのが7月8月ってやらないんですよ。オフシーズンなんですよ。なので逆に言うと、その時期にアメリカの人たちはいっぱいオリンピック運動好きなんで、スポーツ好きなのでテレビを見るだろう。だからそこでテレビを見ればまたそこでビジネスが生まれるので、7月8月にアメリカの影響で、なってると。放映権が高く売れるから IOC は儲かるんですよね。で、それに対して JOC ってあるじゃないですか。日本のね、オリンピック協会。で、これは逆に言うとね、今直近で言うと、外苑前にオリンピックミュージアムかっていうのを作って、あれ5000億円ぐらいだったかな、費用かけて。で、まあね、いろいろインバウンド、旅行者ね、海外から来る人に向けて、まあ、今、いっぱい東京にホテルバン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 立ってるんですよね。ただ、今の状況だと、ね、オリンピックどうなるかっていうのがあるんですけど、で、なんで無観客かっていうと、はっきり言って、日本に来なくったとしても、IOC からするとそんなことは知ったこっちゃないんですよ。自分たちが儲かればいいんですよ。なので、日本が今のコロナウイルスがこういう状況だとして、例えばミラクルでコロナウイルスがゼロになりましたと。したら日本で選手を呼んで開催することはできるわけじゃないですか。だけど、海外からの人を呼びられるので、無観客で、これが選択肢の一つですよね。で、もう一個の選択肢っていうのは、もう中止か延期しかないんですよ。で、例えば日本でミラクルでゼロになりました。だけど、やっぱり、海外、ヨーロッパであるとか、アメリカであるとか、今ヨーロッパ、イタリアとかもすごいですね、イランとかもね。要は、まだ、海外でパンデミックの状況になってくると、そこの国から選手入れたくない、観光客入れたくないってなるじゃないですか。そうなってくると、オリンピック自体は、日本が仮にゼロになったとしても、開催することは難しいんですよね。で、それに伴ってどういう影響があるかっていうと、まあ、それホテルをたくさん建てたであるとか、それに関わった企業であるとか団体であるとかっていうのはみんな損をします。どちらに転がったとしてもインバウンドが来ないので、日本は損をするっていう選択肢しか今年に関してはない。
で1年延期ってトランプが言ってましたけども、延期になった時にまた経済が回復するっていうこともあると思うので、ちょっと動向を見守りたいと思います。私は今現状で残されたオリンピックの選択肢はこの2つしかないというふうには思っています。はい、それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。